今日のテーマはですね、ビーズ徹底攻略編ということです。はい、まあ、提案しても、まあ、検討しますと言われます。まあ、要はクロージングできないんですよね。はい、正直大事なのって、2回目の提案の時だと思ってるんですよ。うん、結構リーズって大事なのか、単価も大事なんですけど、やっぱり成約率ってすごい大事で、あのマーケット先って成約率をすごい見てるので、全部提案してですよ。いわゆる変額とかも全部話して、どうしますかなんて言ったら、いや、こんなボリュームあったらもう、あ、もうちょっと検討しますって言うしかないじゃないですか。そうですね。ミフ FP 保険チャンネル、今日はですね、引き続き伊藤潤さんにご登場いただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、つなぐエージェント。あ、はい。はい、設立という動画を流させていただきました。これからですね、あの保険代理店に移籍されたい方とかですね、検討されていらっしゃる方の、まあ、相談に乗らせていただいて、その方の適正の代理店さんですね、あの紹介させていただくというサービスをやっていきますので、よろしくお願いします。はい、はい、代理店に転籍されたい方の中には、まあ、いわゆるそのリーズですね、マーケットに挑戦したい、まあ、リーズマーケットに挑戦したいという方もいらっしゃると思います。まあ、ちょっと一社専属の時になかなかこう新規開拓がうまくいかなくて、その代理店のリーズ制度をちょっとやりたくて、それが目的の方も中にはいらっしゃると思いますので、まあ僕もですね、伊藤さんもこうリーズをやってきたりとして、結構厳しいものも多いじゃないですか。ありましたね。厳しいものもあったりとか、なかなかうまくいかないっていう人もたくさん見てきました。なので、事前に対策打てればいいんじゃないかというところで、この YouTube を撮っておりますし、悩みって集約してくるとほとんど似てるような悩みが多いと思うん で、伊藤さんはですね、まあ、今もそういうリーズみたいなマーケットもやってらっしゃる。もう、はい、もうあのバリッバリやってますね。いつまでやんだっていうぐらいの、もう荒堀さんのマーケットだったりとか、まあ、あと我々が、今やってるですね、ファイナンシャルブリッジプロジェクトですね、でも、まあ、そういった案件みたいな行き先ですね、提供させていただいたりとかさせていただいております。で、まあ、なのでこれからそういうマーケットをやっていって、まあ、事前に対策していただいてですね、成約率を皆さんに上げていただきたいというところで、あの事前にお悩み相談っていうのを募集させていただいて、こちらを今日ちょっと発表していきたいなと思います。まあ、伊藤さんにちょっと答えていただく形式ですね。僕今やってないので。そうです僕全然今やってないので、はい、あのプロフェッショナルの伊藤さんに、やっていただければなと思います。バリバリやってるっていうことで、なんか最近の実績みたいなとか、あ、いいですか。はい、そうですね、まさに荒堀さんの、マーケット今やらさせていただいておりまして、今日この撮影日の段階では成約率 100% 今のところまあこれがあの配信される頃には変わっちゃうかもしれないですけど、あ、はい、あの一応今日現在ではあの 100% で、あの荒堀さんからもお褒めの言葉をいただきまして、ね、非常にありがとうございますという感じなんですけど、はい、あとは昨年だと、うん、まる、マーケットを、お願いしますって言われて、うん、まあ、いろんな代理店さんが参入した中で、まあ、僕もやらせていただいて150件、うん、アポやったんですよ、4、4ヶ月とかそのくらいの期間使って、はい、で83世帯ご契約お預かりしたんですけど、ちょっとやっぱりその告知のところとかそういうので、ちゃんと成立ベースで言うと75世帯契約なんで、まあ、はい、ぴったり 50% リーズで50って相当いいっすよね。あ、なのでその30代理店ぐらい参入してたらしいんですけど、はい、僕がダントツトップだったらしいですすごいですね。でやっぱりその言われたのが、はい、成約率、うん、単価はトップではなかったんですけど、まあ、成約率がトップだったので、あとやっぱクレームもゼロっていう、うんうんうん、まあ、それで非常にそのマーケット先からもあの喜んでいただいた、次回もぜひっていうふうに言われたので、まあ、それなりにはあのもう職人ぐらいの感じでやってるとは思います。しかも、もう、業歴も、代理店での業歴も13年です。13年、14年ぐらいありますかね、今。ずっとリーズ、まあ、1年目ぐらいやってましたもんね。そうですね。もう、全部経験してるんじゃないかっていう、その相談内容。多分もう、ありとあらゆるのやってきましたよね。そうです、ね。もう、本当にお話にもならないようなものから、一緒にもやったこともありますしね、はい、いろいろ。そうですね。確かにあのこれから、まあ、さっきつなぐエージェントの、うん、説明させていただいて、まあ、代理店の違いとか話したんですけど、うん、まあ、そもそも全ての代理店に共通してるのが、売れなきゃ
意味がないっていうところだと思うんですよ。まあそうですね。手数料がどれだけ高いとかボーナス全部出すからといって、はい、そもそもその方が全く販売できなければ何の意味もないので、大手プロダクションに、ね、所属してる芸能人でも全くテレビ出てない人みたいな、そういうことそういうことですよね。はい、なるほど。っていうことでここをちょっと学んでいただいて、はい、今日のテーマはですね、リーズ徹底攻略編ということです。はい、リーズマスターの伊藤さんからちょっとお悩みに、はい、まあ、いろんなご主人さんのお悩みに答えていただくというのをちょっとテーマ5つほどですね、用意させていただいております。はい、自分に合った保険代理店どうやって選べばいいの？手数料割合がいいところ、大手、それだけじゃありません。保険代理店は今や教育制度や体制整備が整っていないと生き残れない時代。つなぐんエージェントではあなたにぴったりの保険代理店をご紹介します。保険代理店選びはつなぐんエージェント。じゃあ早速、一つ目のご相談に移ってまいります。はい、はい、緊張します。どんな相談です。じゃあ1、はい、まあ、買い取りリーザーやってます。あ、はい、はい、まあ、提案しても、まあ、検討しますと言われます。まあ、要はクロージングできないんですかね。はい、まあ、どうしたら成約率を上げられますかという30代男性募集人さんからのお悩み相談です。なんかすごい広すぎて広すぎますね。いきなりもうなんか確信に迫るような内容ですけど、すいません、今いきなり質問もらってその方と別にその方誰だか分かんないですし、うん、まあ、どういう提案してるかも全然未知数なんですけど、はいはい、まずやっぱりリーズの本質というか、うん、そういうのを見極めなきゃいけないと思うんですよ。うん、例えばその方が なんで検討するのか、うんうん、例えば他にもいろいろ話聞いてるっていう可能性もありますよね。はい、まず、うん、でその中で検討されたりとか、うん、多分その方も提案してるってことは、まあ、何かと比較されてこう出してると思うんですよ。それが今入られてる既契約、うん、なのかで、まあ、それに対して、じゃあ例えばですけど、その今の既契約と同じ保険料で、まあ、内容が良くなってる、同じ内容で掛け金が安くなってるとか、まあいろいろ当然今の契約も良くなる提案をこう出してると思うんですね。で、それでも検討で、そこで検討された後はもうフェードアウトされてるってことですね。そういうことですよね。はい、まあそのままにしてるね。そのままにしてる。まあそれこそだからつなぐん使ってほしいっていう、ね、ところはあるんですけどね。まずテクニック的な、うん、ところから話していくと、僕は正直大事なのって、うん、2回目の提案の時だと思ってるんですよ。うん、あんまりこう処方、よく、まあ、処方が大事だっていう方もいらっしゃると思うんですけど、僕は処方ってあんまりそのお客様も、まあ、1回しか会ってないから、はい、まあ、よっぽど生理的に受け付けないとかそういう方じゃない限りは、うん、まあ別に切り小綺麗にさえしていれば、うん、マイナスの印象はないと思うんですよ。うん、じゃあお客様が、あ、この内容で絶対やりたいなって思わせるには、やっぱりその2回目の提案の時っていうのがすごい重要だと思うんですね。はい、はい、まあ、その際に、うん、まあ、大事になってくるのは、うん、例えばその終わり方だと思うんですよね。うん、その提案をしました、うん、で内容は、まあ、明らかにこう良くなりますよっていう状態の時に、うん、僕なんかは意外ともうそのお客様の表情を見て、うん、もうやりたいんだなって言った場合には、この後の、うん、流れを説明しますねっていうお話をしちゃいます。はいはい、一回まずはやっぱりご検討してください、もう一回ちょっと、内容を確認してくださいと。まあ、それでその後の流れなんですけど、ご契約の流れとしては、うん、まあ、こういうお手続きになります。はいはい、でご用意していただきたいのは、うん、まあ、これまあそのクレジットカードとスマートフォンとみたいな、そういう、お話をしていきます。まあ、僕は今 90% 以上オンラインでやってるので、まあ、そのだからご契約までの流れ、成立までの流れっていうのを、向こうがやるやらないの意思とは関係なく、ある程度こう表情を見て変えていきます。はい、流れを説明します。そうすると、まあ具体的にこう、あ、そういう感じになるんですねって言って、向こうも、あ、じゃあ解約のタイミングってどうしたらいいんですかとか、こう質問が出てくるわけですね。そうすると向こうもなんていうんですかね、見直しの疑似体験をできるわけじゃないですか。はいはい、でそしたらもうこう言ってあげればいいんですね。そうすると、じゃあトータルで、例えば今回の見直しをすることで、まあ、このくらいの掛け金が安くなるので、まあ、じゃあ年間だとこのくらい浮くわけですね。じゃあそれを、例えば今やられてるNISAにこう上乗せしてみたらどうですかとか、うん、そういうところまでちゃんと、うん、お客様が、
この保険を見直したらどのくらいその方の人生にとってプラスになるのかっていうのを、うん、やっぱりイメージさせてあげることは大事ですよね。ただ安くなりますよ、うん、っていうのでちょっと乱暴かなって僕は思うんですよ、うん、それだと人の購買心理ってなんか、はい、人がさんも例えばですけど、例えば2万円保険料払ってて、うん、その保険料がまあ1万円になるんだったら、うん、まあまあいいかなと思うかもしれないですけど、まあ、そうですね、例えば2万円が1万9500円になるって言われても、うん、めんどくさいですよ、その同じ内容だったとしても手続きの方がめんどくさいなと思います。同じじゃないですか。だから単純にそれだけだとパンチは全然弱いと思うんですよね、うん、だからそうやってじゃあそのNISAにじゃあ上乗せできますと、うん、そうするとじゃあ例えばよくNISA、最近NISAの研修の方とかもおっしゃいますけど、じゃあ実際にこう、うん、じゃあその金額で平均 6% のリターンでじゃあ30年やったらこのくらいになりますよとか、うん、まあそんなそこまではなくてもいいかもしれないですけど、うん、じゃあこれだけやったら年間でじゃあこの金額で旅行とかも行けますよね、家族でとか、はい、まあ、そういうところまでやってあげたりすると、うん、もう向こうから、まあ、情報とか、はい、そういうところ、あ、じゃあ、手続きってこのタイミングぐらいがいいんですね、うんうんうん、月末がいいのか月初がいいのかとか、うん、まあ、そういったところをすり合わせていく。なるほど、うん、こういう感じが、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、一つのパターン、はい、で、他にも例えばちょっと向こうがなんかもうちょっと検討しますって言いそうだなっていう感覚って、うん、もう僕とか分かるんですね。今にもじゃあ検討しますとか言いそうだなっていうのが分かる時があるんで、うん、まあ、それは多分、うん、完全にこう納得しきってない、うん、まだ2回目はちょっと完全に納得しきってないっていう部分があるので、うん、その場合はもうしょうがないんで僕は3歩目を取るようにしちゃってます、うん、なるほど。自分からあ、ここはあくまでまだ叩き台なので、うん、ここから細かい部分を調整していきましょうっていう話をしながら、うんうんうん、今何か気になってるポイントありますかとか、逆にこの中でどれはもう今確定してますかみたいな、うん、でそういう話をしていくと、あ、医療保険はちょっとやろうと思うんです、はいはい、でもちょっとがん保険と収入保障保険はちょっとどうしようかなって思ってますみたいな、こう具体的にこう話していくわけですね、うんうん、でそういった時に僕はどう考えるかっていうと、あ、じゃあまず医療保険から抑えちゃおうっていう、はいはい、うん、結構リーズって大事なのが単価も大事なんですけど、うん、やっぱり成約率ってすごい大事で、うんうん、マーケット先って成約率をすごい見てるので、やっぱりまあ徳田さんもマーケット出す側だったら 100% 決めてくれる人と 30% しか決められない人だったら絶対 100% がいいじゃん。そうですね、間違いなくそうです。じゃあこれだと例えば 100% 決めてくれるんだけど単価が低い人と 30% なんだけど単価が高い人だったらマーケット先だとどうですか。まあ低くてもやっぱ成約率の方がいいですね。お客さんのやっぱ満足度は前者の方が良いですから、うんうん、やっぱりそれをおっしゃってるマーケット先結構いらっしゃるんですよ、うん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 、だから僕はまず抑えれる、あ、じゃあ医療保険もこの人やってくれそうだなって言ったら、じゃあちょっと3歩目に、うん、次回ちょっとそのがん保険と収入保障保険もう一回ちょっと修正してご案内します。じゃあその時に医療保険だけはちょっとお手続きの準備させていただきますねって言って、うん、医療保険だけクローズしちゃえば、はい、ある程度安心感あるじゃないですか、うん、まあ、とりあえずもう既契約ではあると、うん、そしたら既契約になるわけですから、つなぐんの配信で追加契約でもいいわけだし、つなぐんは保険営業マン向けに LINE 公式の構築で担当者のブランディングをサポート、さらに週1で作成している FP 情報に関するアニメーション動画とテンプレート文章を配信コンテンツとして使っていただけます。過去動画も含めるとすでに100本以上今もなお更新中。お客様が1000名以上がワンタップで一斉配信ができます。保全はもちろんセミナー営業やリーズ営業、行きづらいイニシャルマーケットなどの新規開拓をつなぐんがサポートします。使用料は月額5980円から、ビーズより安い、会食より安い金額で定期的にアポイントにつながり、何より顧客満足につながります。一生保険営業やるならつなぐ。皆さんなんかビーズでまるっと決めないとダメなのかなって思ってる方結構いらっしゃるんですけど、そんなルールはないんですよ。別にビーズでを初めてお会いしてから3年かけて最終的には全ての保険をお預かりするでも僕は全然いいと思ってて、でもやっぱり何か一件お預かりしてないと、うん、あくまで見込み客のままなんですね、はい、ずっと、はいはい、それと既契約って全然違うんですよやっぱり、うんうん、なのでまずはやっぱり大事なのは既契約にしていただく、要は口座を開いていただくっていうのを僕はすごい意識してます、はい、多分その質問されてる方はまるっと行こうとしちゃってんじゃないかなって、まあ話聞き細かい話聞いてないんですけど、うん、結構単価大きそうですよね。だから本当検討しないといけないレベルの、うん、でかいのをなんかボンっていう
ってるみたいな、うん、ありそうですよね。もう要は向こうのニーズを満たせてないというか、それはありそうですね、うん、じゃあ結論としては、まずは、あ、そうです、口座を開かせるみたいな、そういうことですよね、はい、まあ、質問がそれもあれですよね、制約率上げられますかですから、制約率上げたいんだったらもう1000円でも2000円でもいいから、うんうん、どこなら確かにもう それぐらい聞けると思うんですよ、うん、でも要は全部提案してですよ、うんうん、いわゆる変額とかまで全部話して、はい、どうしますかなんて言ったら、うん、いやこんなボリュームあったらもう、あ、もうちょっと検討しますって言うしかないじゃないですか、はい、そうですね。その言い方をちょっと変えてみる、それはお客様の表情、うん、表情を見て、うん、あ、ちょっとこれはさすがに全部は一気にはいけなそうだな、うん、まあ今そもそも手続き結構時間かかりますし、はい、うんうん、だとしたらもう素直に聞いちゃうのがいいと思います、その方に一つ言うんだったら、この中でどれ一番気に入りましたかとか、はいはい、これはちょっとやりたいなっていうのありますかみたいな、うんうんうん、だそういうふうにちょっとハードルをお客様にとっての負担をちょっと減らしてあげるっていう、はいはいはい、意識したり、小さいイエス、まあ、テストクロージングって言いますよね、よくそういうものをもらうというところですね、まあ、すいません、いきなり結構確信に迫るようなびっくりしましたね質問だったので、はい、まあ、次からちょっと具体的にいきますね、はい、続いての質問です、保険代理店で働くならオールワンエージェント、相談内容がニーサに関しての相談で保険の話に至らず終わってしまいます、どうしたらいいでしょうか、40代男性募集人です。まあ、これよくありますね、まあ、リーズって言っても FP 相談として広告打ってる会社さんが多いと思うので、まあ、ニーサに関してって、まあ、ニーサのニーズってすごいあると思うんですよ、新ニーサとかもそうですし、まあ、この相談だけで終わっちゃうと僕もよく聞きます。でもこれって募集人さんだけのせいじゃなくてちょっとマーケットの問題もありますよね。そうですね、はい、よくあの FP 相談とかなんか NISA についてあのお話しますって言ってるのに、あのそれで終わっちゃダメなのっていう保険提案されたんだけどみたいなまあそうですよ、はい、それはそうですよね、はい、これはだからまあどっちもまあただね、僕らはと言っても保険手数料で皆さん生計を立てていらっしゃると思いますので、はい、僕の場合結構多いですよ、僕もそういうのやったりするので、いろんなパターンがありますけど、はい、でまあ一つ目の簡単なパターンとしては、まあやっぱりまずはNISAの相談なんで、NISAをちゃんとお話ししてあげましょうっていう、これは大前提であると思うんですよね。あくまで相手は対人なので、この人すごい詳しいなとかすごいよく知ってるなっていうので、お客様の満足度を上げていけば一番理想はこうじゃないですか、はい、どんどん信頼上げて、あ、めちゃくちゃ伊藤さんって詳しいですね、あの実はあの保険のことも聞いていいですかとか、こう言わせたらもう勝ちじゃないですか。確かにそうですね。で、言ってるよ、こういうこともあるんですよ、多分あの聞いてる視聴者の方々も、うん、そういうふうに、あ、私はこうやってあの信頼を得て、向こうから逆にあの保険の方も見てもらっていいですかって言わせてますっていう、今多分聞いてる人たくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、それは一つの正解で、そのやり方がまあ一番理想ではあるわけですね、はい、あのこっちから言わなくても、うん、向こうからしたって、あ、こんなに詳しい人だったら、うん、全部聞いてもらう、はい、で中にはあの保険のこと聞いちゃダメなのかなって思ってるお客さんも、まあ、一定量いると思うんですね、うん、なので、まあ、自己紹介の時に必ず保険も相談扱ってます、まあ、言い方としては、今まで私は 何千件の相談受けてきました、うん、資産形成のこと、保険の見直しの相談、うん、まあ、相続の相談と、まあ、何でもいいんですけど、うん、まあ、必ずやっぱり保険の相談をやってるんだっていうのは、まあ、事前にちゃんとお伝えするっていうのは一つだと、はいはい、多分この方の場合はそうではなくて、まあ、本当にNISAのこと聞いて、あ、今日は勉強になりました、ありがとうございましたで終わってしまうというところだと思うんですけど、うんうん、おそらくそういう方の場合、最初から多分ちょっと警戒心は強い方だと思うんですよ、はいはい、なんか売られる、大体無料相談じゃないですか多分そういうの、うんうん、無料相談ってことは、はい、もうただより怖いものはないわけですから、はい、うん、なんか売り込みされるんだろうなっていうのをあらかじめ思った上で相談に来てるから、うん、なんかちょっとでも、あ、ちょっと保険とかどうですかなんて言ったら、はい、ああ、全然そういうのはいいです、うん、もう兄さんの答えを教えていただければって、うん、なっちゃうともう次が出ないじゃないですか、はい、もうこれはもう負けですよね、負け戦みたいなもんですよね、うん、なので、うん、このパターンの場合は、うん、あのお客様が、あ、それだったらやろうかなっていう、ところに、持っていく、例えば、ちょっとNISAに関して相談を受けたい、じゃあNISAのどういうことを聞きたいんですかって言ってった時に、
例えばまあ単純に仕組みを知りたい、NISA の仕組みを知りたいのかとか、まあいろいろあるじゃないですか。でも別に NISA の仕組みってネットで調べればいくらでも出てくるんで、おそらくそこじゃないと思うんですよね。でファンドのこととかもあると思うんですけど、多くは掘り下げればどのくらいやっていいのかわからないっていう方が多いんですよ。いやちょっとどのくらい回して NISA に回してるのかちょっとわかんないんですよねって言葉をもらったら、あそうですか、じゃあ一回どのくらいが適正なのかをシミュレーションしてみませんか。私の場合今そういうご相談本当に多く受けてるんですね。でやっぱり皆さんおっしゃるのがどのくらい家計から回してるのかわからないっておっしゃる方多いんですね。でそういう方もやっぱりその全体のライフプラン表っていう言い方をするんですけど、ライフプラン表を作ればじゃあ実際にいくらなら回しても全然大丈夫そうですねっていうのが明確にわかるんで、もしよかったらそういうのをお作りしましょうかっていうストーリーに持っていく、っていうと当然ですけどライフプラン表を作るとなると、家計のこと全部聞くので、当然保険加入されてるものは全部出てくるわけですから、そこでその方の既契約情報は手に入るわけですよね。そしたらちなみに今だったら例えば2万円なら全然いけそうなんですけど、今保険はこういうふうにかけていらっしゃる、でも例えばこういう見直しをすればもしかしたらもう1万円ぐらい浮く可能性がありますと、でそれを回せれば3万になるんですけど、なんかそのお見直し、例えばご親族とかお友達から入っててちょっと見直しとかできないとか、なんかそういう特別なご事情ってありますかみたいな感じで聞いたりする、はいはい、そうするとあちょうど見直そうと思ってたんですよねとか、まあ、何らかの反応は聞けるわけなんで、まあ、その流れで持っていく、まあ、確かにこのストーリーは結構時間も労力もかかるんでやりたがらない人多いと思うんですけど、でも取れないぐらいだったら、はい、そのやり方も一つ。なるほどというように、まあ、いくつかいろんなパターンがやり方があるんですよ、大事なのは全てのお客様に同じやり方は絶対やめた方がいいです。そうなんですね、はい、これが必勝法ですっていうみたいなやり方を、こう先輩とかなんかの研修で受けて、それを全員のお客様に例えばやるじゃないですか、まあ失敗しますよ。そうなんですね、はい、なんでかっていうとお客様一人一人性格も違えば、今まで、まあ、考えてきたとか、なんていうんですか、その生き方が違うみたいなんですか、全員違うわけですから、その方の特性に合わせてやっぱり引き出しを変えていかなきゃいけないわけなんですよ。でその引き出しの数を増やすのはやっぱりこのね、つなぐんの企画でいろんな方のセミナーやってますよね、はい、梅沢さんとか伊藤さんとかいろんな方たちがいるので、はいはい、あこのお客様の感じとか話だと梅沢さんのトーク使った方がいいなとか、逆にこっちのお客様は原田さんのトーク使った方がいいなとか、やっぱそういう風にしていかないと、でやりまくってると、僕が実際じゃあ面談中に、あ、これは梅沢さんのトーク使うなんて考えるわけないですよ、はいはい。そんな時間もないし。まあそんな起点がね、急に働くかって言ったら難しいですよね、急に引き出しとかね。はい、じゃなくて、もう感覚的に勝手に喋ってる、はいはい、僕の場合は。あとあと振り返ってみると、このお客さんこういう感じだったから僕はこういう話をしたんだなっていうのが、後で振り返ればこう思うんですけど、その場では本当にもう感覚の世界になっちゃうんですけど、でもそれは、やっぱり今まで蓄積してきた研修と、あとはその数ですよね、そのリーズをやってきた数っていうのがそれを生きてくるっていうか、どうでしょうか。はい、めちゃくちゃいいと思います。はい、NISA のまずニーズをこう満たしつつ、まあ、ヒアリングして、まあ、こう保険のニーズが、まあ、あるかどうかっていうのも探っていくという、まあ、そんなイメージですかね。そうですね、で保険のニーズは絶対あるんで、ないわけがないんで、はい、ただどこかにそのいろんな事情があるんで、皆さん有馬さんも実際になんでこの人そんなに保険のこと話したがらないのかなと思ったら、やっぱりその病気があって、以前に他の人に無理くり保険見直しましょうって押されたんで、じゃあって言ったら、あちょっと告知でダメですねって言われて、じゃあ聞くなよみたいな。だからもう最初からもう私は保険は見直せないんで、もう病気があるんでっていう方とかもやっぱり いらっしゃるんで、別にそのお客様が堅くなに保険の話をしたくないわけではなくて、そういう事情がやっぱあるんですよね。でもほら今ってさ、別に緩和型とかいろいろあるんで、ありますよね。じゃあちょっと続いての質問にいきます。結構話せます、全部アドリブで話してるアドリブなんで、やっぱりこう思うものがあるんですけど、意外と話せます、いただいてありがとうございます。
険は親族から入っているので、はい、見直しはいりませんが、確認はしてほしいと言われました。否定する人は絶対成績悪いんで、必ず全て受けてあげる。うん、あ、そうなんですね、うん。今これ入ってるんですけど、って言って、で、見させていただいて。うん、でも、本当に結構いい内容だったんですよ。素直にすごく褒めてあげたら、あ、ありがとうございますって。実はこれ、そこでやっぱりもう信頼関係、グッと、はい、わかりました。